ゆるみ、本部地から一発で打ち込む。糸を崩し、狙いは喉笛を突き刺す形になります。車火士本淵の構えで右後ろへ棒を持って打ち込む技でございます。そしてさらに小さく回しながら木を見てもう一度打ち込む。抜難気持ちらし、右手棒を下から持って、ゆらゆら揺らせながら間を見て相手で打ち込む。両の位と申しまして、構えは棒を後ろ腰へ持ちます。右下から合わせて巻き落とし本部地というような形になります。中堅の位、棒の真ん中を右手で持ち、木を見て右に回し打ち込む技になります。寄り身と申しまして、左引き杖で進み下がって太刀を受け、前へ進み巻き落とし突く技になります。方面の位、右手で棒を肩と平行に前へ突き出し、左足を前に左半身になり下から突き上げる。下段と申しまして、肩の後ろへ棒を乗せ前へ進み、右肩から本物をする技です。やり合いという技でございまして、相手が槍を持って、来る者に対し、槍が出てくるところを右下から槍を払い突き刺す。
昔の水戸藩48ヶ村というところに全部昔はあったらしいんですけども、現在はだん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 少なくなってしまいまして、今はひたちなか市、昔の平磯町、そこに同じ流派の武術が残っております。それと田谷と、現在では2カ所がこの無比流武術は残っているというようなことになります。伝統文化の継承として古武道の発展に寄与していきたいというようなことで、これを代々続けていきたいなと、繋いでいきたいなと、このように考えております。